はい、どうも、コマラでーす。ワーキーバーガーズやっていきましょう。バーガーズか。あ、これマクドナルドか。W って書いてあるわ。なんかマクドナルドみたいなところに潜入して、潜入じゃないわ。潜入お菓子は、働くことになったんで、接客しようっていうゲームだと思います。やっていきましょう。ゲームオブレイ。はい。ロードがちょっと時間かかるタイプかと思ったら一瞬で溜まった。店長、よく来たね。君がアルバイト志望とこかな？アルバイトなんや。僕は、ワークバーガーズの店長。なんか博士みたいな見た目してますね。生かしたメニュー、サービス、速さがうちの売りだ。どんな客来ても対応してもらうからよろしく。早速だけど面接を始めよう。まだ今面接だ。相場はレジに立ってくれ。はい。面接でレジ立たされんの？ベルを叩いたら営業開始できるよ。安心して。今日は僕の知人しか来ないからさ。はい。お願いします。博士、鼻長いですね。これ知人？めっちゃ猫っぽい。もしかしたらこの下に人間の顔が隠れてるのかもしれん。猫耳のフード被ってるだけかもしれんけど、ちょっと人間っぽくないっすよ。早速注文をもらったね。素早く注文パネルを押して料理をサーブだ。僕バスケットボールじゃなくてバレーボールとかやってなかったんですよ。これ？はい。ああ、かわいい。いい感じ。こんな普通のお客様が来るのは珍しいけど、注文が来たら素早く料理をサーブ覚えてね。素早くするのが大事なのかな。このモニターは今日一日と店を評価してる。これかな。サーブ成功で評価が上がるけど、失敗すると下がるから注意して。店の評価がゼロになれば即営業終了。それがうちのルール。もうお前には任せられんってこと。また次のお客さんが来たみたいな。別のパターンをやってみよう。さあ来い。見た目は一緒やん。さあ、ハテナやぞ。このお客様は店の常連さ。何が食べたいか察してほしいらしい。 お前は常連かもしれんけど、こっち常連じゃないねん。店員としても常連じゃないやからさ、そこは言ってくれよ。こんな時はお客様を観察して料理をサーブだ。君ならきっとわかるよね。まあ、さっきと同じ見た目やから同じ商品ってことかな。まあ、猫やから魚がええやろ、単純に。お気に召せなかったん？お気に召せなかったみたいだ。人間のお客様が好きなのはハンバーガーでしょ？これ人間なん？うちはたくさんのメニューがあるけど、お客様には必ず好物がある。顔を見ただけでサーブできるようになってね。いや、むずすぎやろ。君もここで働けば、これくらいすぐ見極められるようになる。もしまた注文されたら対応してね。帰って怒る人もいるけど。へぇ。ハンバーガーね。OK。ほんま人間やった。立ち去るまでわからんて、今のは。基本的な説明は以上。とにかく評価を落とさないようにしつつ、素早く効率的にすりまくれば OK。まだ争わるけど。面接は合格だ。明日からバシバシ接客頼んだよ。詳しいことはまた明日。うーす。閉店閉店、閉店ガラガラ。合計タイム8秒。8秒だけの接客。さあ、やっていきましょう。営業スタートしていい？これは？調べられる？初シフトだね。今日が初シフトだね。よろしく。早速だが、君に頼みたいことがある。日々の仕事をこなして店の目標売上を達成してほしい。仕事内容は面接で教えた通りだ。他にも店の店管理をこの端末から行えるから、売上の確認やサービスの習得を試してほしい。まあ、まずはやってみてよ。急遽経営陣に呼ばれたからメール連絡になったけど、同じワーカーバーガーズの側として頑張ろう。仕事は手早く刺激的に、店長。わかりました。やっています。これ返信。はい、売上レポート。目標売上20万、2万か。ゴミのポイ捨てについて。ゴミをポイ捨てされたら空中で何度もパンチ、店内に落ちると評価が下がってしまう。空中でパンチしてるが評価下がりそうやけどね。ショットガンや気流などのサービスも処理できる。ショットガンあんの？この店ショットガンあんの？治安悪いんかな。サービスについて。お客様の対応はもちろん緊急時にも使える。何度も続けて使うのは店のルールで禁じられている。うん、独自の人気。何話やろ。挨拶。これ何だ？なんか、ここら辺までお金貯めたら、なんか使えるようになるんかな？まあ、やってみましょうか。はい。ドン。オープン。いらっしゃいませ、お客様。お魚でいいでしょうか。ハンバーガーですか。ごめんなさいね。これ、ミスるごとにちょっと顔が出てきて、ヒント与えてくれるんか。オッケー、今の口見えたね。はいはい。人間は癒やしいから口見せへんねや、一発目で。いや、はい、いや、どうも。どうも、これ、こっちの方でね。ね、これ、犬か。わかりにくいよ。
なんか刃物持ってるけど、これ、強盗されました。強盗された結果、閉店になりました。はい、これは今、口元見せてくれたから人間です。むずすぎひん？こいつのパターンむずすぎひん？あれがいい。あ、ハンバーガーね。はい、どうぞ。あ、これは人間でしょう。ハンバーガーに、なんか骨も欲しいと。どうぞ。これ犬ね。犬ね。金？金って言ってたこれ。これが。なるほどね。なるほどね。オッケー。今、金を注文してたんか。新しいイラストやから分からへんた。これ順番あんの？ハンバーガーから渡すとあかんかった？はい、お金ね。どうぞ。お金渡したらあかんと思うんだけど。銀行強盗条例になっちゃうやん。ほら、もう、銀行強盗バカ来るって。噂も流れちゃってるよ、これ。おー、パチパチパチだし。オッケー。銀行強盗しか来おへん。銀行じゃなかった。強盗や。なんで銀行って断言したんや。はい。あー、くそ。なんで今坂ね。絶対坂、絶対人間やったんや、今。アホか、僕は。むずくない？っていうか、強盗に金払ってるせいで売り上げ伸びひんねんけど。あれがいい。はい。ハンバーガーね。なんでやねん。お前、人語喋るな、猫が。いや、いや、これは人でしょう。むずい、むずい。判別できる？運ゲーやんけ。ハンバーガー？オッケーオッケー、よかった、よかった。初めてあれで当てた。いいよ、ハンバーガー、よし、ナイス。はいはい、いいよ。いや、わかりやすいの言ってくれるとありがたいね。世の中ミスったか？すごい。これは、評価も別に上がってへんし、単純に金取られてるよな。撃退できひんの？ああ、どうも、はじめまして。なんか宗教関係の方ですか？ねえ、今の。はい。お、これ2000頑張ったらいけるんじゃう？魚！ハンバーガーが。しゃあない、しゃあない、しゃあない。はい、閉じる、閉じる、閉じる。ここね、魚、オッケー。右下なかなかないな。撃ち落として、ハンバーガー。売上1680。これ合計で3000超えたから、なんか増やせるんか。ああ、9000か。挨拶。この挨拶とか覚えたら、もしかしたら、相手を判別しやすくなったりするんかな。まあでも、慣れてったら、ね、常連さんの顔とか結構覚えたりとかするやんね。小村さんも丸亀製麺でバイトしてた時あったけど、なんだかんだ、おー、注文あるな。なんだかんだ常連さんのことは覚えたね。常連さんが、なんか、なんか察してくるみたいな顔すんねん、ほんまに。いや、また来たで、小原くんって言ってきてさ。あ、いつものあれですねって言って。ぶっかけうどん。こういうとぶっかけうどんしか頼まへんから、ぶっかけうどん用意するのね。ちょっと下ネタみたいな名前で申し訳ないけど。ぶっかけうどん出してさ。で、たまになんか、ちょっと今日気分ちゃうから、小村くんのおすすめ食べたいなって言い始めた時あったよ。ちょっとめんどくさいこと言ってきたりとかすんねんな、常連やから。ああ、じゃあ、釜玉うどんとかどうですかとか言って、一回釜玉うどん食わしたよね。で、帰り際に美味しかったって言ってきてくれるんよね。で、次の日さ、また来てくれるんよ。その時もなんか、ね、いつものやつみたいな顔してくんねん。どっちやろってめっちゃ悩んだ。いつもぶっかけやから、釜玉美味しいって言ってくれたけど、いつもぶっかけうどんやからぶっかけ出そうと思ってぶっかけうどん出したらな、いやー、残念、釜玉やって言われてさ。ねえ、残念って。もう作ってしまったから、これでいいよって言われてね。どっちでもよかったんかな。普通に迷惑かからやめてほしい。ハンバーガー、大きいよ。この果てな時ほんま困る。いいよ、正解した。ハンバーガー、いいよ。だって、運ゲーなもんな、果てな時って。反射神経とかちゃうやん。骨、ハンバーガーかい。ハンバーガーついてたやん。猫。オッケー。金取ってくのやめてくれん？マジでただの損やねんけど。俺どんどん減ってくやん。せっかくここまで稼いだのにめっちゃ取られるやんけ。一人さばいて、一人強盗来たら金なくなんねんって意味わからんくない？撃ち落として。今のところゴミ落としませんよ。シャッター落としますけどね。ちょっとうちの店ではかぶり物禁止してくれませんかね。マジふざけんなって感じやねんけど。ちょっとさ、なんか協力しようや、みんなで。なんか自分のお気に入りの店とか、なんか素敵なお店ってあるやん。接客もうまいし、ねえ、ご飯も美味しいし、レストランの中の雰囲気もいいって。それは、店員さんが
言うのっていうのもあるけど、それはお客さんも言うのなお店ってことやで。そこら辺ちょっと理解してんねんな、日本人は。いいお店っていうのは、店員と客2人で作り上げていくもんやねんって。店員だけにちょっとね、比重を置きすぎ。みんなで作り上げていこうや。このいい店っていうのをさ。な。もうテンポよ、今日テンポよ、今日優しいよ、みんな。そういうの、そういうの、そういうの欲しい。こういうのやって、こういうの、よくわからへんから。お前誰やねん、ほんま。いいよ。はい。完璧に来てこいよ、人間は。かぶり物もやめて。無口人間やったな。しないっす。うまい。これ。よしよし、なんか最近当たってるぞ。よし、3000。売り上げ、最高売り上げ出てる今日。そうね、これ、初めてや。人参、あれ、キツネなんかな。これは人でしょ。欲しいよ。これは人、OK ナイス。早いな、早くなってきたな。猫、うん、キツネやったか、顔見たかった。まあ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 、これは売り上げ。はい、1枚いきましたね。あと半分で目標売り上げまでいくな。何日かあってもええんやな。で、これ、あ、買えるぞ。挨拶。ほう。お客様の挨拶に挨拶を返そう。チップを弾んでもらえたり、たまにはキングサイズへの興味とか分かるらしい。キングサイズって何？礼節が人を作るっていいよね。聞いたことない。聞いたことない。映画キングスマンぐらいでしか聞いたことないわ。W 押して挨拶できるのかな。とりあえずハンバーガー。あー、ちょっとね。ちょっと追加挨拶するぞ。いらっしゃいませー。何食べる？めっちゃ無視されんねんけど。めっちゃ無視されんねんけど。はい。なんかわからんやつが来たら挨拶したらいいかな。あー、ニコードね。はい。こと来すぎやろ。骨、いいよ。さあ、どれや。骨、骨、ハンバーガー。これ順番ね、回り始めたやつから選ばなあかん。はい、ハロー。ハートじゃなくてさ、ハートじゃなくて。ハロー。危ない、クライムスター。入っちゃった。はいはい。特に注文してない映画分かりじゃないんか。たまにチップ弾んでくれるかもしれんっていうぐらいだから。あ、弾んでくれた。ありがとうございます。おいよ。ちょっと先にチップ渡すのやめて、緊張感あるから。チップもらったのになんか間違ったらめっちゃ気まずいやん。最近、近場のさ、マックがリニューアルして、新しくなってたよね。で、ドライブスルー、よく行くやんけど、ドライブスルーのその、なんか掲示板みたいなメニューバッて表示されてるやん、ドライブスルーって。そこに、スマイル無料って書いてあった。まだマックってスマイル無料っていうやつやってんねんな。あの痛いやつ。あれ誰が得すんの？あんなんだって鬱陶しい中学生がスマイルでって注文してくれやん、絶対。あんなことしたら。あれもう接客するバイトほんま腹立ってるよな、多分経営陣に向かって。何しょうもないこと提案してんねんって。今は別にさ、もう最近の子は知らんと思うけどさ、昔はね、あれやで、CM でスマイル無料ですって言ってたんやで。それめっちゃ押してる時期あったんよ。もう同級生一人いたやろ。俺スマイル注文したったっていうやつ絶対いたやろ、昔の人って。あれな、もう現場のこと考えてへんよね。スマイルもらってどうすんねん。こっちも多分スマイルになるな。苦笑いっていう名の苦笑いスマイルしちゃうよね、絶対。どういう空気なんやろ。はい。ああ、あとあれやな、何が面白いか分からへんけど、なんかドライブスルーをチャリでスルーしてみたとかさ、車じゃなくてチャリで行ったったわって謎に生きるクラスメイトとかいたわ。あれなんなんやろうな。ポンポコさんはリアルにスルーしたらしいけどね。ドライブスルーで。メニュー注文して金額払ってそのまま商品受け取らずにスルーしてたから。その話聞いた時怖っと思ったもん。すんごいサービスするやんって。金だけ渡して店に出て行ったやで、やばない？店員さんびっくりしたやろな。だから結構慣れるもんやね。もう喋りながら適当にやっても。で、割とね、この、おー、これは初めてのパターン。割と喋りながらね、運転の時以外はミスしてへん気するし。もうね、この挨拶ボタンとか押しまくってっから。これリアルやな。バイトし始めとかさ、みんな一回一回意識して挨拶とかしたと思うね。でももう慣れたらさ、もう流れてやっちゃうみたいな。今その状況やから。で、なんか、洞察覚えられるかな？はい。
洞察は、常連のお客様は注文してくれない。洞察を使って食べたい料理を探ろう。お客様には必ず好物がある。顔を見ただけでサーブできるようになりたいな。向上心豊かやね、小村さんは。はい、洞察はどうやって使うの？ D ね。洞察何これ OK、 81%。 なるほどね、これで完全に分かるわけか。でも洞察たまんのが遅い。ちくしょう、クールタイムあんのか。連続で使えると結構きつくない？チュピチュピチャッパチャッパちょっとチュピチュピって言い始めるとき頭よぎんねんけど。もうミームに乗れてるよね、クマさん。しっかりもう若者の流行に乗れてるよねもう流行ってないって聞いたけど、ほんまなん？流行りの流行りスタで早すぎやろ、最近の世の中。向こうが挨拶してきたらこっちも挨拶した方がええんかな。そっちの方が使った方が効率的なかな、もしかしたら。挨拶してきたら挨拶し返そう。どうもー。はい、早い。やりますね。ハンバーガー。こんな来ちゃすぎやな、あの女。ふざけやがって。レレレレレレ、洞察って言いたかった。何も口回ってへんか。いや、いいよ、変え。高評価。なんか幸せできれたから OK。幸せできれたから。よし、落下覚えるぞ。はい、これは落下って何？落下について、営業を邪魔するお客様を収容できる特殊装置。お客様は有無を言わさず警察に引き渡され報奨金をもらえる。落としどころって大切。なるほどね。やっと強盗を対処できるわけか。ふざけやがったあいつら、カッコしろよ。いや、ちなみに普通のお客様はやったらどうなの？ねこれ、えい押してった。お金だけ落としてった。すまん。来たな、俺もけ。くらえ。お金どうぞ。お金どうぞ。ミスった、普通に。さあ、話進むか。順々目標を達成してるね。すごい成果だ。キングサイズミニは活用できてるか、一度も活用できてへんねんけど。調査の結果、新たな客層を獲得できるかもしれない。そこで、イベントカレンダーを解禁したので、対応を頼むよ。こっちはさらに新ビジネスを拡張しようと指示があって、僕も準備で大忙しだよ。実は黙っていたけど、うちは売り上げが他ブランドより少なくて、赤字が続けば閉店すると経営陣から言われていたんだ。でも最近は風向きが変わってきた気がするわ。私のおかげですね。頑張ろう。店長に向かってね、その口の聞き方は。なってへんな、最近のバイトは。よし。ショットガン変えるぞ。ショットガンについて。レジスタッフご信用のショットガン。営業を邪魔するお客様やゴミなどに使うべし、ゴミにも使うんや。で、営業を邪魔するお客様に使えるわけね。お客様の犯罪指数を自動で判別でき、悪意のない人には空砲が出るようになっている。便利やん。すげえな。まあ、ということで、じゃあ次最後にしようか。で、右上にはカレンダー出てるんですよね。今あって。今この感謝デーっていう時が一番イベントが何でも起こる日なんよ。一番難易度が高い人言ってもいい。これを最後ラストにしてやっていきましょう。はい、スタート。これは判別して魚ね、どうぞ。本気でいくぞ。一応挨拶かましとくか。どうも、骨、ね、魚、いいよ。ショットガン撃ってみたいな。これはに犬か人間、人間やったか、しゃあない。ゴードゴリオ、あっ、8で、ほら、ショットガン、ドン、ナイス。8今飛んでたやん。8はね、ゴミと一緒って撃ち落とさ、なんかゾンビ来た。ゾンビの対象を知らんねん、殴ったらええんか。ああ、で、ゴミ見てんだ、注文見てんだ。6つ。これは、はい。ハンバーガーとゴミ。カマさん、もう一回出して。カバさん初めて見たわ。次何もない日やから、いや何もない日で僕の腕見てもらおう。はいはい、いいよ。これが正真正銘のラスト。ちょっとさっきのは難しすぎた。ゾンビが来る日と蜂の来る日が今のところなんかあるんよね。そう、両方が来るんよ。さっきのやつは蜂がね結構鬱陶しかったりするよね。クリック何回かしなあかんっていうの。ゾンビはちょっと対象知らんかった。殴ればよかったやん。ここでいいよ。多分今僕の最高1日の売り上げ6000ぐらいやから7000超えたいな。挨拶かまして、うわ、むすれたわ。はい、判別。骨、いいよ。
ちょっと進めると客の層も増えたね。ナイス。ポッシュとして。客増え始めてからちょっと難しくなった。最初4キャラぐらいしかいいんだのに。でもショットガンで撃つ。ナイス。じゃあな。生かして返してええんか。とどめさせよ。そんなことしてっからね。何回も強盗くんね。今の顔は猫やった。ナイス。顔で判別することもできます。いいゲームです。はい、もうこれは無理なんで、これで判別。判別能力を使う。強盗は没収と。さよなら。犬のくせに没収と。犬のくせに強盗してんじゃねえぞ。危ない。いいよ。うさぎやから犬。うさぎやから犬は意味わからへんけど。はい。さよなら。ドン。じゃあね。金落としてけや。腹立つ。なんであいつノーリスクやねんよ。強盗失敗してもリスクないわ。ずるいて。落としやな、ドン。落としやな、はめるとなんかしてんけど金は手に入んねんな。殺してんのかな殺しても臓器売買行っちゃってるんかな、ひょっとして。何千キル、何千キル、何千キル。何千いった、何千いった。判別。はい。来たー。腕上げてるぜ、小村さん。ほら、ざやな。ショットガン。帰れ、帰れ。二度と来んな。よ。たまに挨拶ちゃんと挟まんな。よし、いいよ。はい、はい。お、8000超えてる。腕上げたな、小村さん。骨、ハンバーガー、魚、オッケー。ハンバーガー、ハンバーガー、よ。いらっしゃいませー。判別。骨、いいよ。1万いくんちゃう。1日1万も稼いでいいんですか、店長。ハンバーガー、いいやい。はい、人参。ハンバーガー、おー、うんげー当てたった。人参オーダー、人参大人気や。判別。人参、いいよ。ショットガン。帰って。いいやつか、わからないやつか、ショットガンとかでええと思う。よし、いいよ。骨、あー、くそやばい。そうそうやばいぞ。いいね、今のはいいねやった。ハンバーガーに、人参。よし。人参、危ない。めっちゃ記録伸ばしてるやん。今までいない記録。今、ゴミ落としちゃったな。判別。いいよ。はい、はい。ボシュート。普通の、何の罪もない一般人落としてしまった。ごめんなさい。でも、こんだけ稼いだから許してくれるよね。はい。ということで。あ、次ショットガンから、次はゾンビがいっぱい出てくるステージなんかな。まあまあまあ。1時間ちょいプレイしてましたが、まだ店とか拡張していって、どんどん難易度上がっていったりとかするんかな？他にもこの気流とか電撃とかまだ僕覚えてへんし、もしかしたら、さらにサービス内容増えるかもしれんしね。で、進めてって、もしかしたらクリアとかもあるかもしれんよな。一応ストーリー申し訳程度にあるし、店長と出会えたりとかもするのかもしれんよな。まあなんか接客ミニゲームとしては面白かったですね。やろうと思えばまだまだできるし、何より世界観ちょっと可愛いし、可愛いけどなんかちょっとなんやろな、ショットガンとか落とし穴とかゾンビとか取り柄があるのがええよね。ということで、はい、ありがとうございました。また別の動画もよろしくお願いします。